K-POP 界の絶対王者、エンターテインメント企業の背部が絶え間ないスキャンダルで大きく揺れている。写真、パリ五輪で韓国選手団躍進の裏で韓国民の憎しみの視線を浴びているあの種目。今年4月、子会社のオドア、アドア、の民肥人代表とのお家騒動で、ルセラフィム、セラフィム、やイリット、アイリット、ニュージーンズ、ニュージーンス、 のなどの所属ガールズグループが未だに大きなダメージを受けている中、最近は、ハイブの核心とも言える BTS メンバーの主が、主が、による飲酒運転スキャンダルや、BTS の生みの親のパンシヒョク会長のスキャンダルが相次いで発生し、再び危機に瀕している。何より、エンターテインメント業界らしくない。 ハイブの未熟な対処がスキャンダルの拡大につながったという主張もあり、K-POP ファンはもちろん、株主たちから大きな批判を浴びている。事件発生から1週間が過ぎた現在まで、韓国国民から大きな非難を受けている主ガの飲酒運転事件は、ハイブの初動対処が災いを招いた典型的なケースだ。 まず、韓国メディアが伝えたシュガの飲酒運転事件の実態は次の通りだ。6日夜11時を過ぎた時刻、夕食の席で酒を飲んだシュガは電動スクーターに乗って家に帰る途中、泥酔状態で自宅のある竜山区ムドン一帯の歩道で倒れた。ちょうど近隣を巡察していた大統領室警備隊によって発見されたシュガはすぐに交番に引き渡され、 血中アルコール濃度測定を受けた。検査の結果、運転免許取り消しに該当する数値が出た。ちなみにどこの報道にもシュがの飲酒運転による人命被害や接触事故などに対する言及がないことから見れば、被害は発生しなかったものと考えられる。飲酒運転は絶対にしてはならない行為だが、被害が発生しなかったという点から考えると、 ハイブが初期に懸命に対応していたら、今のように国民的な避難の対象にならなかったかもしれない。だが、ハイブとシュガは最初の報道から約2時間後、事実を巧妙にねじ曲げた反省文を出したことで、韓国国民の激励に触れ、事態を一気に悪化させてしまった。ハイブとシュガは、シュガが使った移動手段が、電動キックボードであることを強調した。 シュガは飲酒状態で電動キックボードに乗ってはいけないとは知らなかった、とも話した。だが、反省文公開後、韓国警察は、シュガが運転したのは、電動キックボードではなく電動スクーターに近いと訂正した。韓国メディアによると、電動キックボードは時速 25km 以下の速度の PM、個人型移動装置、 で、飲酒運転が摘発されても刑事処罰から除外されるが、電動スクーターの場合は2年以下の懲役や1000万ウォン以下の罰金などの刑事処罰対象になる。シュガーとハイブがこれを意識して巧妙に用語をご期して事件を縮小しようとしたという非難が殺到した。ここで、韓国の代表的な主流メディアの、東亜日報、は、 交番で呼吸測定したシュガの血中アルコール濃度数値が0.227というスクープを出した。この数字は歴代韓国芸能人の飲酒運転の際の数値中でも最高に達するという。韓国では血中アルコール濃度が0.08%以上になれば免許取り消し、0.2%以上の場合は免許取り消しに加え、 2年以上5年以下の懲役や1000万から2000万ウォンの罰金刑が課長される重大犯罪だ。しかもシュガが警察にビールいっぱい飲んだだけと嘘をついたことも明らかになった。メディアによってハイブとシュガの主張から事実と違う点が次々と明らかになると、ハイブは翌日2回目の反省文を公開しいろいろな状況を細かく確認できず、 急いで立場分を発表し混乱を引き起こした点に対して申し訳ないとして平謝りした。だが、韓国では未だにインターネットを中心にシュガに対する非難世論が激しく起きており、一部のアーミー、BTS ファンクラブ、らはシュガの脱退を要求している。すると、ここに対抗するかのように、 海外のアーミーたちを中心に運転中に酒瓶を持っている写真を撮ってアップする、シャープシュガチャレンジが始まった。彼らは、BTS はいつも7人だ、ミンユンギ、シュガの本名、あなたといつも一緒だよなど、シュガを応援するコメントを掲載し、非難世論をより一層煽っている。一方、警察は、 近いうちに手ガを召喚して追加調査を行う計画を公表している。